スタンリー・トゥッチはアメリカ合衆国の俳優、映画監督、ニューヨーク州出身、イタリア系アメリカ人の家庭に生まれた。父親は教師、母親は秘書及び作家。姉妹のクリスティーンも俳優、いとこのジョーセフ・トロピアーノは脚本家である。俳優のキャンベル・スコットは高校時代の友人で、自身も高校時代から学校の演劇クラブに参加していた。 大学卒業後、1982年にザクイーン,アンドザレブルズでブロードウェイデビュー。1985年に映画デビュー。1996年にはジョセフ・トロピアーの脚本のシェフト・ギャルソン・リストランテの夜をキャンベル・スコットと共に監督。1998年のテレビ映画、ウィンチェルでエミー賞、ゴールデン・グローブ賞の主演男優賞を受賞。 2004年のアメリカ版のシャルウィー・ダンス》では竹中直人の役を演じて好評だった。2009年のラブリー・ボーンで第82回アカデミー賞助演団優勝にノミネートされた。監督、脚本を務めた2017年の映画ジャコメッティ最後の肖像が第67回ベルリン国際映画祭でプレミア上映された。 1995年にソーシャルワーカーの女性と結婚し3人の子供を設けた。2009年に乳がんにより妻を失った。その後、エミリー・ブラントの紹介で彼女の姉フェリシキと出会い、2011年に婚約した。二人は2012年に結婚した。ありがとうございます。